山田まさみのびっくりしゃっくり大怪獣こんなにクリアしてくださってたことにびっくりしちゃった。いや何回かやってると分かってありがとうございます、はい、ということで、本日のメンバー紹介させていただきます、メインはもちろん山田まさみです、はい、ありがとうございます。そして前回から引き続きゲスト、豪華ゲストの方に来ていただいております、演出家、映画監督、そして俳優もされております村石博近さん。よろしくお願いします。そして、ディレクター、シネマトグラファー、エディターの秋竹祐介さん。お願いします。市内進行は私、新井あゆでお届けいたします。よろしくお願いいたします。いやもう、今回で、皆様に来ていただいて第4回目になるんですけど、いろんなところに紆余曲折行っておりますが、一応このメンバーでこの状態で撮るのが最終回ということで、はい、最後何の話参りますか。そうなんですか。そうなんです。一旦で今日の撮影、これを配信するときは何日かに分かれてますけど、今日の撮影という意味ではここで締めでございますので、最後にどんな話をしていきたいですか、はい、山田さん。まずそのせっかくピープロの話が出たんでね、はいはい、ちょっとピープロの話をしたいんですけど、あの先ほど、あの先ほどじゃない、前回大川を、大川を、はいはい、が、まあ、やっぱりその商業監督としてのデビューにつながる、うん、でもあの最初にピープロから声がかかったわけですよね。ですね。あの正しくは、その大川っていう実製作やった時の撮影部のスタッフってキャメラマンもいたんですけども、そのキャメラマンがピープロの、あのピープロ制作の番組なんですかね、あの5分かそこら短い、スターニュースじゃないんだ、なんかその、はい、その番組やってたんですね、を撮ってるキャメラマンだったんです、はいはい、それで彼がなんかピープロで今度新番組、特撮もの入りたいって言ってるって聞いて、それで、それであの声かけてくれて紹介してくれて会いに行ったんですね。それであのその時の話が、まあ一応曲がりなりにも実製作とは、実製作公開映画とは言いつつ、あの監督も、はい、うん、やってるんで、はい、で一応そのピープロさんの方には、途中で、うん、あの監督やらせてもらえると嬉しいんだけども、うん、ということであの了解しましたということで、あのやったんですよね。それが、あの鉄人タイガーセブン、はいはいはい、はい、雑誌にも掲載されております、はいはい、タイガーセブンですね。多分テロップがどこかにありますね。どっかにあります、お名前が、はい、それで、これがまたあのピープロさんですから、はい、うん、で特撮もの、はい、ヒーローもの、はい、まあ、こんな感じですね、ですね、はいはいはい、なんか子供が多分トラウマになっちゃうちょっと怖いっすね。これとかめっちゃ怖いですもん、子供見たらちょっとトラウマになります、ね、もう最初から入ってたんですか、助監督。そうです、あのね、一応から、あの現地チーフ助監督という形でして、うん、最初から、はい、で、はい、はいはいはい、あ、でこれがこの間あの徳さんみたいに話したグラスワーク、あ、グラスワークですね。あ、なるほど、はいはい、あの NHK の番組でね、はい、BS なので話してた。でこれに、うん、そのあ、いいですか、こっちへ行っちゃって、はいはい、いいですよ、いいですよ、せっかくなのでで、これであの円谷ではあのグラスワークってもちろん技術、うん、そのものは、はい、あの聞いてましたけど、目の前でそれを見たことなかったんで、うん、あの実際どうやる、うん、で撮ったらその生合成というか、はい、ガラスに絵を描いて、はい、でそれ越しにあの、うん、この時は中田にもあって砂丘ですけども、うん、そうするとあの後でオプチカル処理なんかしなくて、もうそのままでガラス越しに、ね、合成されるわけで、あるんですよ。それでははそしてそれがまた
すごくリアルというか、うん、いかにも馴染んでて、このイメージも膨らんでくるし、こっち見てる方もっていうのを見せられて、で、いつかよし、ピープロで自分監督するとき、このグラスは使ってみたいなって言って、あのその BS のでお話したのが、うん、この時の、ね、この時に、なんていうのか、出来上がりの映像を見てしびれた。っていう話を。カメラマン的にはめちゃくちゃ絞り大変そうで、大変ですよね。手前のガラスにピンこさせて奥のお芝居にも合わせないといけないから、どんだけ稼がなあかんねやろうと思って、まあ、あれはだからネット上ではでかいベニヤに描いたのを建てたんだろうってみんな言って、あれはですから、あの映画「デンジ・ザ・ボーガー」が公開された時、一番喜んでくれたのはあのフジテレビの、はい、プロデューサーで、はい、別所さんに、ね、はい、喜んでくれて、でも別所さんが要するにあのでっかいそのベニヤに行って、うん、かき割りのあれをあそこに立てたんだと思ってた、うん、というと、ああ、なるほど、まあ、現場にはいらっしゃらないですからね、上がり見てそういう勘違いされたんですね。視聴者はどう思ってたか分かんないですけど、はい、でもあれでああいう絵が出来上がって、うんうん、自分では失敗作と思ってるんですよ、失敗だ、だから BS の中では、でも失敗したんです実はみたいな話をしちゃったんだけど、それがあのディレクターがすごい受けてくれて、それでああいうことになってしまったんだけど、やっぱ僕らは子供、僕はねちょっとね、ザ・ボーガーぐらいの時はもう中学生、もうちょっと大人になったので、もう生意気になってましたからね、もうこんなことやってらみたいに思うじゃないですか、誰がどう見てもベニヤね、あれそうですよね、ピープロだよなっていう、ちょっとそのなんていうんですかね、まあ、なんていうの、もう、ピッ、つぶらやが、やっぱそう、豪華絢爛なね、特撮にお金をかけたつぶらやの世界があって、で、手作りのピープロの世界があって、で、やっぱそう、手作り感っていうのは感じるわけですよ、子供心に。うんうん、だけど、やっぱね、詐欺師さんに直に会って話聞くと、ものすごいアイデアマンなんですよ、うん、社長がね。うん、だからそのアイデアマンの中からの延長線として見れば、あのグラスワークっていうのは素晴らしいですよね、うん、やりたいことじゃないですか、技術やりたい、うん、やってみたい技術、うん、積み重ねですもんね、うんうん、あれでもあそこで失敗だって言っちゃったんですけど、あのああこうなるんだったらと思ったんですよ、絵で描かないで、うん、後で、うん、あこう撮ればよかったのも、うん、あのフィルムが上がってきて見て、うんうんうん、だったらこうすればよかったなっていうのが、うん、あのザ・ボーガー騎士の写真を撮ればよかったなと思って、うん、本当はそうです、シールでそれでそれを大きさ大体合わせといてハサミ切って、うん、ガラスにペッとこう両面テープを貼っつけて、うんうん、撮ればもっとあのそれこそベニエイタの大看板がなんて言われないで済んだんだっていうのは、うんうんうん、もうその時は詐欺師さんはね結構自分でねやられてるんですよ、写真切り張りを。そうですね、いや、うん、やってます、やってます、あの結構あのなるほどなと思う。だからあのツーブラヤでは合成して光線をやってましたけど、そうですよね、ええ、あのピープロ方式だとあの背景を写真撮るんですよね、はい、でそれを、うん、写真撮って、例えば重機を持って写真撮ってで動かないんですけど、でそれにあのセル画の光線を描いて、うん、で、そうですね、もうそのまま直に撮っちゃうんですよ、うん、あの視線が大体アニメーションなんで。なるほど、なるほど、面白いですね。だから監督は自主制作出身だから、そういうのが面白い、面白く感じるじゃないですか、うんうん、だから例えば何だろう、技術的にはもう稚拙と言われるようなないしょうが、こんな絵撮ったんだねっていうのをなんせ、うん、見せちゃう、面白がってる、うん、そっちの方が絶対勝ちだよなって、うん、これだからこうなってしまうだろうからやんないっていうよりは、こうだったけどどうだいっていうのを見せちゃう、うん、多分そうすると共感してくれる人もいっぱいいるだろうな、後にあの、電脳警察、はい、サイバーとかっていうのをやったんですけど、あれも賛否両論というか、いろいろと、うん、あの批判もあったけども、あれも要するに当時の V の技術で、うんうんうん、
やれるとこまでやっちゃえよ、うんうん、ですごい野心的ですもんね、うん、それがあのまあどうなんだろう、あの大成功とは思わないけど、思わん自分では思わないけども、でもある意味、うん、新しい何かを生み出したかな、うん、みたいな、あ、うん、客席にサイバーコップなんかいるので、うん、なんか聞きたいことあったら聞いてください。なんかマーキュリーの水色となんか実際のブルーバックの青、はい、ちょっとこう馴染みが悪くて、なんか色をかなり工夫されたような。ね、あのブルーバックっていうのは、あの布のブルーそのものじゃなくて、塗ったんですよね。大きな話、あのそのブルーっていうのは東方撮影所で要するにあの、黒巻合成に使うその塗料を塗ったんですよね。だからビデオにはその色がふさわしくなかったのかもしれないけど、実際はその後だからアメリカの、うん、っていうかあの技術を取り入れてグリーンバックですよね今ね、に変わってきてる。ああ、その端境期というか、うん、そうですね。なるほど。あの頃ってグリーンバックって使うことってほぼないんですよね。グリーンないですよね。ブルーオンリーですよね。ブルーバック、あれもだから技術としてはフィルムの技術ですよね、うんうんうん、あれブルーで撮ったところに赤いフィルターをかけて、うんうん、あのハイコンのフィルムで、はい、あのなんですか、コピーというか、すると、うん、はい、マスク、ね、マスク抜けて、マスクですね、はい、そうするとあのブルーのところっていうのは一つは抜けてしまうんですよ、はい、でもう一つはそれを反転したら黒くなるんですよ、うん、はい、で要するにオスメスマスクって僕に言うんですけども、はい、のマスクができるという、はい、だからそこの被写体がこう動いたらその動いたなりにあの、うん、という円谷でウルトラマンなんかやってた時に多少のこう動いた合成やったんですけど、うん、あの頃は そんなそれはものすごいお金かかることなんで、はい、手書きでやったんですよ、はい、だからそのマスクを書くんですよ、はい、うん、作画部っていうの人がこうなんだ輪郭をこうというの、はい、真っ黒にベタで塗るところがあるの、はい、でそれはあと反転して、はい、さっき言ったオスメスマスクを作るとか、だからあのうまくできてもやっぱりチラチラしてしまうんですよね、うんうんうん、あの機械的にというか工学的にやってると、はい、だからなんだろう、あのそれが V になって、サイバーコップやるときには、はい、もうなんていうのかな、 V でやったらそういうチラつきとか、うんうん、なんとかっていうのもまあ許される範囲でいけるなってことで思い切った、はい、ああいう作品をやってしまった、うん、いやでも合成カット多かった記憶があるんですよね、うん、サイバーコップって、うんうん、だからすごい野心的で、あの積み上げがあるから今のあのなんですか合成になってると思う。それは僕ティガを見た時も思ったんですけど、 CG が結構入ってきてて、で今の CG 技術と比べるとちょっともちろんティガの頃劣りますけど、でもその時にその人たちが逃げないで積み重ねたから今いい合成になってるんですよね。いやほらあのティガでビデオを使い始めた時にその円谷がビデオだってアレルギーを起こす人もいたんですよ。あ、そうなんだ。だからっていうことはティガだダイナガイアまでは、うん、はい、あの全部フィルムなんですよ、うんうんうん、だからフィルムから V に落として作業そのものは V の、うんうん、なんだテクニックつかないとダメだったんで、だからやっぱりなんだろう、ずっとそうやって育った画質というか、ね、そっからの、うん、一夜にしてならずですね。あ、そうですよね。でもやっぱりあれを出しあの作品サイバーコップやったのがあの後になってあの、グリッドマンっていうのがあったんですけど、はい、天空中人グリッドマン、ちょっと食いつきがちょっと違ったね今の作品と食いつきが違ったね、あ、ごめんなさい、グリッドマンの、はい、すいません、ちょっと面白かったんで突っ込んじゃいました、グリッドマン、あの知ってる作品と知らない作品差がちょっとすみません、あグリッドマン、はい、平成生まれの子、すみません、ごめん、やっちゃったグリッドマン、あのあれですよね、サイバーコップやっ経験がグリッドマンに生きてらっしゃるっていう、うんうん、ですね、いや違うこと、あ違うことごめんなさい何が本題は何だったっけ、いや僕がいやこっちすみませんでした、だ君がグリッドマン好きなのはやっぱりそれ理系だから、
そういうのが。それもあるし、あの今あの新しくアニメとかもやってて、うん、それでちょっと興味を持って、うん、あの特撮の方も見させていただいたので。そうそうそう、思い出した。そうなんです。アニメでね、グリッドマン。はい、で、あのそのイベントだなんだでアニメの監督とも同じ、うん、はい、あの舞台に登壇したりして、はい、まあ雑談したりなんだりした中で、あのサイバーコップに惹かれて、はい、すごいあの強烈な印象があって、うん、であのサイバーコップもアニメにしたかったんだって、あ、それがまあとりあえず、まあ、つぶらやとの、うん、こういうつながりができたんでということでグリッドマンがで、その監督から聞いてチルドレンですね、あ、そうか、やっぱり、うん、やっといてよかったみたいな、はい、でも大事な話ですよ、こうやってそのバトン渡すみたいなね、だからそうなんですね、こういうものお願いしますじゃなくてどっかで、うんうん、響いて、うん、それが伝わって、うん、そうだったのっていうのを聞かされて、それはものすごい嬉しいよね、うんうん、作品を作ってる、なんだろう、価値あったっていうね、はい、うん、例えばね、うん、あの、高野くん、八瀬くんが、はい、あの映画撮ったじゃないですか、はいはい、で、それまでは俳優さんだった彼が、その撮る側に回るっていうのは、うん、やっぱり監督の影響もあったと思うんですよ、うんうん、だ教え子みたいなとこじゃないですか、うん、どこだ、ね、監督でも俳優で出てるんですよ、ね、そうですよね、だから立場が逆転してるっていうのが面白いんですよ、びっくりですよね、あ、これは、うん、これのスチール、あ、そうだね、これがそうね、うん、おかしいですよね、これ何年前ですか ?3 年ぐらい、コロナ前ですね、去年昨年ですか ?2020 年、うんうん、彼の2019年ですか、2019年、あった年かな、茅ヶ崎へ、うん、はい、で大人になっちゃった、もうね、二十何年前のね、うん、話ですからね、ガイアはね、うん、ガイアの時は二十歳ぐらいだったじゃないですか、うん、ね、ガムも、ハッセイ君もね、うん、これね、あのヒーロー、結構そのバーテンの役が監督、はいはいはい、お見合いで、あの平成ウルトラシリーズで時々出てきまして、はい、そう、あれは自分の作品だからっていうんで、はい、まああの実は別に頼んでた人いたんだけども、はい、っていうんで、まあ、ピンチヒッターみたいな、うん、じゃあ俺やるわって言って、うんうん、出てしまったの、この間ミュージックステーションで紹介された映画版のティガ、ティガ、うん、これ監督、あ、それ見ると変わらないですね、いや全然変わらないですよ、いやでも本当に平成ウルトラはもう夢中で見てましたね、これ最終回の後のスペシャル、あ、お二人さん、うん、なんせ、あ、最初に話した、はい、もうだいぶ何回か前だけど、はい、うん、ロフトのあれ、そうですよね、彼、うん、ダウン、ガムと、うん、大変だったですね、フィジニアの出来がすごかったもん、人がいっぱいで、うん、これがね、一番入った時で、ガム・フジミヤにね、監督が号令かけてくれて、うん、そうそう、現場をここで再現しようっていうのが、すごいスタートで、まあ、彼らも即興で何かやってくれて、変身ポーズ撮ってくれて、で、権藤さん、中村さんたちが、うん、清水さんたちが変身、ゴノウルトラマンのポーズで立ち上がってくれて、いや、最高ですね、うん、で怪獣の三宅さんもね、怪獣の真似してい、いや、それは盛り上がりますよね、ちゃんと助監督のね、あのミストメさんがね、あの仕切って、あの監督の号令でって、面白かったですよね、いや、行きたい、そう、子供だったから行けない、で、これ、子供の時でそうそう、行けないんですよね、もういや、もう、行くぞって自身も羨ましくて、うん、でも、本当にガイアは最終回をあのどっかの会場を借りてね、スタッフのパーティーで、あー、流して、うん、で舞台で多いって最後のあれをね、うん、やってくれてね、感動的ですね、うん、
あの池袋 の, あのガムが多いっていったところは、うんうんうん、聖地みたいなもので、うんうんうん、あとお台場の変身するところとね、本当にあの頃結構みんなで行ったりしたんですよ。でも本当にその平成ウルトラはもう僕87年生まれですけど、当時当然80以後からテレビのウルトラマンが途切れてて、で間にねそのいろいろリバイバル的なものはありましたけど、やっぱり子供として自分のウルトラマンがないと、再放送でマン7夢中で見てましたよ。だから僕のバイブルってマンと7なんですけど、それでもやっぱりあれはまね、大人たちのものでっていうのがあったから、ティガーとかが始まった時にもうどれだけ嬉しかったか。でなんかあんま言うとあれかもしれないですけど、その前にその前後でゼアスとかがあったんですけど、あのゼアスってちょっとこうお笑い要素というかコメディ要素があって、で仮面ノリダーがあって、僕の中でヒーローを笑いたくないっていうのがすごくあったんですよ。でずっとフラストレーションっていうか足りない何かが欠けてるって思ってて、なのにティガー来てすごいシリアスだったんですよ。で僕もこれだと、やっと僕のウルトラマン来たって思って、でそれをこうメインで撮ってらっしゃった、もうキリエロイドとかもう夢中で見てましたから、ちょっとね、要するにその今までなかった世界でね、かっこよかった、本当にしびれました。小中さんのねシナリオが素晴らしくてね、あれも本当に、小中君とちょっとしたこういざこざというか、あれがキリエロイドを生み出した、あそう、なんか、いい揉めがあったんですね。揉めあったんですよ。っていうか、あの本ではなかったんですよ。はいはいはい、私のところに来たのは、で、第2話放送用というかことで来たんだけども、はい、それがあれ9話ぐらいに放送したの、僕じゃないですけど、あのベテラン監督、はい、マッキーナーだっけ、違ったかな、はい、はい、うん、じゃあそこは切るとしたらなっていう、はいそれで、それが例えばもっと俺が後の5話6話とかね、はい、7話8話とかぐらいを撮ってんだったら、担当するんだったら別に何も言わなかったんだけど、2話じゃないなと、2話じゃない、3話あるんだけど、3話じゃないな、もっとやっぱり自分が子供の頃にやっぱりヒーローに、ワクワク憧れたみたいな、なんかかっこいいティガー像を、出したいな、描きたいなっていうのがあって、それでこれは、3話じゃないんじゃないというような、言い方はもちろんこのしかないとかという思いがあって、それをまあぶつけてって話してたら、彼は分かってくれたんですよね。で分かったし、分かったっつって、で俺の記憶では一晩なんですけども、皆さん言うには2、3日と、書き直してきたんですよ。書き直してもう全く違う話を書いて、その直しってよく本直しってやるんですけども、それに手を加えたんじゃなくて、全く、まっさらに、新たに。で、それを見て、わっ、これだと思って、もう、即、なんていうの、決定校にですよね、もちろんそれでもついつまわないと、コロナなんかも出てくるので、取りながら多少は手を加えたけど、また手を加えたことによってちょっと来なかすとまたこれだな、どんなのっつったらウルトラマンに喋らせたんですよ、はい、っていうか、預言者の彼とやって、はい、高野ですね、バロンワンのね、で、喋らせたことがウルトラマンを喋らないんだ彼は、熱いな、やりたいな、そしてもそれを後にな、ってことであの時言ったけど、結局俺も喋らせてるって言ってましたけど、ね、はい、でもそんなことがあって、彼とは本当になんていうのかな、信頼、できるっていうか、できる関係になって、その2人のなんていうのかな、こう長期を張るというか、それが一つなんだろうな、彼が俺の作品を見てくれて、こういうとこ良かった言ってくれるんですよ。それで最終的にはその監督は
行間をうまく描いてくれる、うん、と彼は言ってましたけど、ね、そうすると、あの彼の本で今度撮ることになった時、その彼にどういう楽しみを今度与えようか、うん、前はこういう行間を描いたけど今度じゃあ違う行間で彼にアプローチしようか、はいはい、なんでやっていくことがこっちも楽しみになって、うん、向こうも、こんなになったの、こういう映像になったのってあの子なんかすごい喜んでクリエイター同士が、ですね、うん、そのなんだろうある種切磋琢磨がやっぱりあの他の監督との関わりは知らないですけど、はい、あの自分にとってはうん、うん、あのいい関係というか、うん、なったなと、うん、でまあそれが多分にあのティガの世界観っていうかそれを、うんうん、形作っていくことになっていったのかなと思うんですけども、はい、もう本当に今日はもう本当にそのなんていうんですかそのティガダイナガイアのちょっとお礼が伝えられたらと思ってたのも一子供として当時見てて本当にいいものを見せていただきました本当にありがとうございます。最高の時間をいただきました。ビッグミが締めちゃう。いや、一回戻します。いや、本当にそうなんですよ、はい。でもね、あの、ティガの最終回を子供を主役にしたじゃないですか。そうですね。あれがね、その、まあ、僕見てた時はティガの時は30代ですから、うん、なんでその、ティガ結構その上の層まで見てたじゃないですか。はい、なんでここで子供になっちゃうのかなと 思った、正直なところ。うんうん、だけど、プロデューサー的な追い出さんたちはもう村井さんにも全面的に信頼を寄せてるんで、うん、あれでいいんだって、うん、でね、大人になればなるほどねやっぱ子供に夢とかね希望を託すっていう、うんうん、いやそれは俺はそういう思いで子供に、うん、だから子供にあのなんだろう思わていたものっていうことで、うんうん、そうなんですよね、俺の中ではなかったんだけどね。で最初やりだした時ターゲットをそう高校生でも納得してみる、うんうん、そういうレベルのあれにしたいなという俺の中にはあるで、うんうんうん、まあその線で自分なりにはね、うん、それが俺があのよく言ってたのが、自分の見たいウルトラマン、うんうん、を描きたいんだと、うんうん、ウルトラマン像というかでそれがだからなんかまあうまくいったのかなとは思ってたけど、でもそのティガの時にすでにいろんな形のウルトラの最終回ってあるわけじゃないですか、うん、そのどの焼き直しもなってないんですよね、うん、ティガの最終回ってだからそのもしかしたらその当時の大人たちが期待するウルトラの最終回って今まで見たどの最終どれかの最終回にちょっと近いことだったのかもしれないんですけど、うん、ティガは全然違って、うん、だからもう結構やっぱ見た時のこと忘れないですもんね当時、うん、子供としてあの3部作はね素晴らしい。僕ごめんなさいコスモスからはあんまり見てないほんとごめんなさいなんですけどでも本当にねあの3部作がね3つそのそれぞれの個性があって、うん、で最後にそのガムが見上げて、うん、引いてね、うん、宇宙から地球を見てなんで地球が美しいんだって、うん、この地球を守んなきゃっていうそこがね要するに守るのは子供なんですよね、うんうん、そのメッセージ性がね、うん、貫かれててよかったですよね、うんうん、なんかみんなで見たいね最終回見たい、うん、見たい、ぜひですね、機会を設けられたらとは思いますが、うん、もっとたくさん話聞きたいんですけれどもお時間になってしまいました、はい、またあの来てください、まあ、ぜひ続きの話をあのさせてもらえるの、ね、あのなぜ光になったかって、ねね、その辺のあれっていうのも、うん、それとかねあのザ・ボーガー不安とかサイバーコープ不安とかグリッドマンの話とかねまだ、うん、そうですね別にあのつぶらやのウルトラマン特化してってわけじゃないですよね、うん、もういろんなところで、うん、そうですね、うん、あとあどうかを見たいみんなで見たいっていう、はい、いつか見れるようにうん、じゃあ次また次回というかまた今度ね必ずお会いしましょうということで、はい今回ですね第20回でございました、皆様ありがとうございました。また次回お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。